橋上駅車、橋上駅は駅舎機能をプラットフォームの上階部分に集約した鉄道駅あるいはその駅舎のこと、古戦橋と駅舎を一体化したような構造を持つ。地上駅の一種に分類されるが、掘割駅や高架駅でも橋上駅舎が建設される場合もある。掘割駅の場合、地面と同じ平面に駅舎が作られることが多く、場合によっては、 地下駅とされることもある。高架駅でかつ、京上駅である例も存在する。地上駅が建て替えられて、京上駅とされることが多い。地上駅では線路を挟んで両側に駅舎をそれぞれ設置しないと両側から利用することが難しい。一方、京上駅は、駅の建設費がかさむなどのデメリットを抱えるものの、改札口や乗車券売り場等を一箇所に集約できるため、 駅機能の簡略化を図ることができる。また、自由通路を併設した、京上駅に建て替えることにより、地上駅の場合、線路の両側の地域をつなぐため、ほぼ必須の設備となる、自由通路をそれが兼ねるため、新たに自由通路を必要とせずに、線路で分断されている地域相互間の歩行者の便を図ることができ、また車道付きの古線橋とすれば、車両の通行も可能となり、 バスやタクシーなどからの利便性が向上できる。京城駅はプラットホーム上階部分に駅舎機能が完全に集約されるため、地上駅としてのメリットが失われ、高下駅もしくは地下駅よりも場合によっては移動距離が長くなるという欠点を持つ。また、どのプラットホームでも駅舎との間で上り降りが必要になる。これ以外にも埼玉県春日部市では、 一度、京上駅化すると、その後に鉄道を高架化することが難しいなど、京上駅化をすることによるデメリットについて説明している。高齢者や身体障害者にとっては、上り降りの際に段差が障害となるため、エレベーターやエスカレーターなどの搬送機が駅舎とプラットフォームの間、または駅舎と地上の間に設置されて、バリアフリーとなっている例も存在する。 プラットフォーム上の空間に駅舎機能を配置することにより土地に余裕の少ない場所ではバリアフリー化が比較的容易であり土地の有効利用ともなるため建て替えや駅開設時から協場駅で建設されることがある。傾斜地に設置された鉄道駅では高知側からは協場部分の駅舎へ段差なしで到達することが可能である。ただし定置側から駅舎を見ると 高架駅の協定駅に見えることがある。協定駅化することで駅の空間自体が広くできるため、トイレや店舗などの機能を充実させやすい。日本においては2000年代以降、駅構内における商業施設建設事業を展開する駅も多い。協定駅はペデストリアンデッキとの連絡が容易である構造から、商業が集積している場所においては、 周辺の商業施設との連絡設備として導入されることもある。また、従来地上駅舎だった駅を京上駅舎化した場合、地上駅舎が建っていた跡地を利用して新たにロータリーなどを設置して、バス路線の増発などが可能になるメリットもある。ありがとうございます。